皆さんこんにちは。風鈴演奏家の風音です。今日から、風音 TV 第1回目ということで、皆様としばらくの間コミュニケーションができればと思います。食卓から、放送しております。去年2010年の11月20日に風鈴ハウス風所、京都の東山にオープンしまして、今日が19日ですから満1年となりました。その間に本当に、たくさんの方にお越しいただきまして、またたくさんの応援をいただきまして本当にありがとうございます。今京都は紅葉のシーズンということでたくさんの方がお越しになっていますけども、風鈴ハウスもこれから日本各地からいろんな方が紅葉を見に訪れて、そして風鈴ハウスでゆったりとくつろいでいただきます。もちろん風鈴演奏もあります。風鈴ハウス今どん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 、中も外も庭作りもしておりまして、だん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 自分のイメージ通りの心地よい環境になってきました。実は風鈴ハウス周辺は、沢がありませんでした。水の音がすごく大好きでしたので沢があったらいいなと思ったんですけども、ようやく、玄関前の、大きな岩、広島の住職に風月石という名前をつけていただきましたけども、その岩に水が流れ始めるようになりました。ちょろ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 しと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 とっても、心地いい音になります。じゃあ僕もお茶をいただければと。ティファール、ティファールですね。なんか、某女性の人がひそひそと話してましたけど、名前を言っていいんでしょうか。じゃあちょっとここで、ダメですか、はい。顔出しは NG ということで僕一人で、お話ししたいと思います。もう11月の後半は京都の紅葉シーズンということで、もう風鈴ハウスに入り浸りまして、いろんなお客様をお迎えしております。でまた、12月の初旬からいろんな場所でコンサートを行う予定となっています。今決まっているのが、京都が、3、4回ぐらいでしょうか。そして広島、福岡、いろんな場所で今、計画して、告知をしておりますので、ぜひお会いできればと思います。まだここだけの話なんですけども、まだ12月に、これから演奏が決まる予定でして、まあ、それもとても面白くなりそうな予感がします。冬の間はですね、風鈴も鳴らしますけども、一段落していますので、こういった、僕が作りました音玉のコンサートも、すごく増えています。この音玉の響き、この感触がとても気に入ってくださるファンの方がたくさんいらっしゃいます。まあ、この音玉の音もですね、たくさんの人に聞いていただければと思っています。こんな感じでこれから、風音 TV を不定期で、放送していきたいと思いますので、またブログとか、メールと一緒にこの風音 TV も応援していただければと思います。ではこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。いやさか、いやさか合唱風音でした。